场的观众朋友，大家好，欢迎来到 Gumbo Rico 电子鬼路绿跟酒魂的久远特别舞台活动。我是今天的主持人小熊。那么呢，今天呢，在活动开始之前，我还是要跟大家稍微的介绍一下我们杰士真的舞台今天有什么样的内容呢？因为今天都是最后一天了，希望呢大家今天都可以参与到自己喜欢的活动，然后拿到好多好多东西带回家，好不好？那在我们的杰士真的摊位中呢，卡普空区有 Monster Hunter 20周年的展出 ，Dragon's Dogma。以及 Street Fighter 6 还有逆转裁判456王尼喜精选集的试玩，只要在我们现场的活动摊位试玩都可以拿到游戏相对应的小礼物哦，要不玩白不玩，不拿白不拿，对不对？那这几款呢 Capcom 的游戏都可以去看看。而 Spectrosoft 为我们带来喧哗翻掌乙女打卡墙，还有千变的迷宫风来的系列六蛇拳岛探险团的试玩，杰士登所发行的游戏呢，有我们的百英雄传打卡墙、即刻离职以及将军对决的试玩，还有我们的 Labilibi 白金版也都可以试玩哦。Axiom Works 所带来的遗产传说 HD Remaster， 还有夜下降生2，由 Dion 带来的角落小伙伴一起来玩节奏派对、漂亮公主、魔法花园小岛，还有假山林娱乐所带来的天命奇遇2 ，Neos Corporation 带来的蜡笔小新、煤炭镇的小白、Happy 的幻日夜雨、圣井努马子这几款游戏也都可以现场试玩哦，以及我们的Anipolex 所带来的月姬 A Piece of Blue Glass Moon 的拍照打卡墙也非常漂亮，欢迎大家都要去拍照哦。最后呢，我们的宝可梦区域不只可以跟皮卡丘拍照，还可以体验我们的宝可梦珠子，还有宝可梦的集幻式卡牌。如果你不会玩宝可梦的集幻式卡牌也不用担心，我们今天舞台的现场呢也备有专业的卡牌的教学人员，可以一步一脚印的带你走咯。那提醒大家，活动我们就到今天的5点，等一下呢我们最后还会有一个舞台活动，所以想要来的观众一定要记得好好的把握一下喽。那么呢，接下来呢，我们就要马上来欢迎我们今天的两位来宾。首先呢，马上欢迎我们的 Inti Creates 的代表曲第一会金卓野先生，以及酒魂的久远游戏制作人西哲志，还有我们的口译黄淑婷小姐。好的，那我们请我们的两位来宾先跟观众打声招呼，我们就从西哲志先生先开始吧。皆さんこんにちは、インティクレーツの相津です。インティクレーツの代表取締役と、あと本日紹介します2つのタイトルのプロデューサーをやっております。よろしくお願いします。现场的朋友们，大家午安，大家好，我是 IndieCreator 的代表毕竟慧晶。那同时呢，我今天在舞台这边要跟大家分享两个我们的作品哦。那这两个作品也都是由我来担任制作人。那我们也请西哲志先生跟大家打个招呼。はい、こんにちは。コンノクオンのディレクターをやっております西澤です。よろしくお願いします。大家好，我是酒魂的久远哦的这个制作人跟这个监制哦，我姓西泽，今天非常高兴可以跟大家见面。好的，那今天呢，我们的两位重量级来宾呢，就要用一个非常的像和朋友在聊天一样的方式，亲自想要为大家带来最重要的游戏内容以及相关资讯。所以呢，这边呢，我就要把舞台交给我们的两位重量级的来宾。那观众呢，等一下也可以期待一下，拭目以待会带来什么样好玩的相关资讯呢？接下来我们就麻烦我们的两位来宾来帮我们跟观众介绍一下喽。はい、それではここからですね、会津の方で、司会を進行させていただきます。よろしくお願いします。那接下来我这个舞台的活动呢，这个进行就我自己由我自己由慧晶来做跟大家做介绍。はい、エンティクレーツはですね、2019年に、台湾の方に来まして台北ゲームショーに出展したんですけれども、それ以来、久しぶりですね、5年ぶりになるんですかねの出展で、ブースの方もありますので、ぜひブースの方も見てください。我们前一次呢来到台湾参加台北电玩展是2019年，当时是我们另外一个作品哦。那其实我们这一次呢，也有我们自己一个小小的摊位，就是我们这边直走左前方就是我们 IndieCreates 自己的小摊位。等一下呢，有空的话再来我们摊位试玩一下。
はい、それではですね、まずは、ガンボルトレコーズサイクロニクルから、ご紹介したいと思います。まず紹介するビデオを用意しておりますのでビデオをご覧ください。どうぞ。我们呢今天有带来了这个影片的介绍，那请帮我们播放影片。シリーズのリズムゲームが登場。歌姫と一緒に踊るように操作する新感覚のリズムゲーム。4種類のモードコントローラーで攻略してね。すごくライブがしたい気分だわ。魅力的な歌姫たちの美声がプレイヤーを魅了する。上がってこようかしら。モルフォ、ロロ、ルクシアの歌が一緒に楽しめるなんて素敵じゃない。歌姫の歌声をフルコーラスで聴けるサウンドプレイヤーを搭載。全35曲がフルコーラスで聴けるのよ。過去作のプレイ映像で歌姫と共にシリーズの軌跡をたどる。これまでの物語をダイジェスト映像で楽しめるんだって。ガンボルトレコーズサイクロニクル、2024年2月15日発売予定。その歌は明日への翼に変わる。インディクリエイツ。はい、紹介映像を見ていただきましたが、軽くゲームの内容をご説明したいと思います。刚刚的这个影片呢，就是我们 Gunful Record 电子鬼路绿的一个宣传的影片。那么接下来跟大家简单做一个游戏的介绍。Gunful Records Cyclonical は2016年から続く、ライトノベル 2D アクション、アークドブルーガンボルトシリーズに登場する3人の歌姫の楽曲をリズムゲームとして楽しめる新規タイトルです。为什么我们今天会跟大家介绍我们的电子鬼路绿呢？最主要是因为呢，我们其实从2016年开始就有一个轻小说 2D 的动作游戏，那这个动作游戏叫做苍蓝雷霆哦。在苍蓝雷霆当中，我们这个系列会出现三位歌姬，那三位歌姬的乐曲都非常非常的有趣，那我们就想说用这个乐曲来制作一款新的节奏游戏。三人等我一下，我们来看一下。我可能需要我的工作人员帮我一下，我的简报没有办法前往下一页。哎，回来了。行きました。はい、すみません。三人の歌姫は桜川めぐさんが CV を担当するサイバーディーバーモルフォ、峰田真由さんが担当するサイバーディーバーロロ、佐々木莉子さんが担当するサイバーディールクシアの3人です。我们刚刚讲到三位歌姬呢，分别是由我们的樱川美谷来担任，樱川美谷、丰田优、莫优，还有我们的佐佐莫里子分别担任的呢，是我们的莫热夫、Roro， 还有我们的乐克西亚。はい、これがですね、ゲームの基本の画面になります。レーンの手前にあるサークルが、サイクロニクルの特徴的な部分になります。那我们来看一下我们这个画面当中，就是我们游戏最基本的画面。我们后方会有一个轨道，我们衣服会从上面流下来。那左边、右边各会有一个环。レーンの奥から手前に向かってノーツが流れてきますので、リズムに合わせてタイミングよくノーツを操作してください。我们必须要请大家配合哦，这个后方流下来的这个衣服来去操作我们的控制器。右側のレーンは左手、左側のレーンは左手、コントローラーの左側のスティックとボタン、右側のレーンは右手、コントローラーの右手のスティックとボタンで操作します。简单讲就是我们控制器有左边，左边就是控制左边，右边就是控制右边。緑色の四角いノーツはタップノーツです。タイミングに合わせて、対応するボタンを押します。
好，我们来看一下哦，这边就是我们的衣服有分几种哦，总共有分成六种。我们可以看到呢，我们 tap 音符是用我们的绿色四方形的按钮去按它，就是我们的 tap 音符。2のレーンの奥まで伸びる青色のノーツはホールドノーツです。ノーツの手前部分、開始の始点からノーツが途切れる終点まで対応するボタンを押し続けてください。那第二个音符叫做 hold， 也就是长按哦。所以我们这个时候呢，我们看到这个轨道呢，这个蓝色一直在轨道的尽头，我们就必须要从一开始按到这个终点为止。3のピンク色した矢印のノーツはフリックノーツです。タイミングに合わせて矢印の指す方向にスティックを弾くような感じで倒してください。那第三个 flick 音符，我们就要把我们的这个摇杆往那个方向，有点像是拨过去、弹过去。4の丸みのあるですね。こう書いたような黄色いノーツがスライドノーツです。対応するスティックを光の方向に、光の輪の方向に倒した後。光の動きに合わせてスティックを操作してください。那我们看一下简报左下方哦，我们一个 slide 的音符 ，slide 的音符是什么？就是我们把摇杆转过去之后，还要顺着这个圈的这个怎么讲？这个光圈的颜色的方向来去滑动它。ノーツの種類はこの4種類ですけれども、それぞれのノーツに色違いな特殊のノーツが存在します。除了我们这其实我们刚刚讲到一二三四这四个是最基本的音符，那除此之外，我们还有两个是有颜色的，就是特别的音符。この5番のストライクノーツはですね、通常のノーツよりも得られるスコアが高く、特別なリズム音がなります。在我们第五个 strike 音符呢，它会有一个特殊的声音，那同时它的得分也会是比较高的。この6番の虹色に光るノーツはブーストノーツ。このノーツを取ると少しの間得られるスコアが高くなります。那六号 boost 音符又是什么呢？它是呈现彩虹色的。当我们出现这个音符呢，就是代表有几分钟，有短暂的时间会让我们的得分是可以把握这个时间来让我们获得高分。Nintendo Switch はタッチにも対応していますので、タッチの操作場合はタップノーツならタップ操作、フリックノーツならフリック操作のようにノーツの名前で合わせた操作をノーツに対して直接行ってください。那我们 Nintendo Switch 呢，它也可以是用 Touch 的操作方式，所以是比如说像 Tap， 我们就用 Tap； 用 Flick， 我们就用 Flick 来去操作就可以了。はい、ということでですね、話していても、分かりづらいと思いますので、実際ゲーム画面を見ていただこうと思います。ゲーム画面に切り替えをお願いします。帮我们切换到这个游戏的画面，因为我们呢讲这么多，其实我们实际要玩玩看，大家才会比较清楚，会更清楚。所以我们接下来就由我们的西泽先生来帮我们实际游玩。あ、ここで一つ、本当はですね、サイクロニクルの記事ディレクターが台湾に来るはずだったんですけど、ちょっと体調を崩してしまいまして、今日はクコンノクオンのディレクターの西澤が代わりにプレイします。はい。在这边呢，先跟大家打一下预防针，因为我们今天在彩排的时候呢，我们的西泽先生一开始就出师不利哦，马上就阵亡了在游戏当中。但是请大家不要怪他，因为我们的制作人呢，我们的监制本来是另外一位桂智先生，桂智先生没有很可惜，这次发烧就临时没有办法来台湾，所以呢，这次是由我们九。我们的久远的制作人，我们的监制来代替他打这个游戏，所以如果他打得不好，大家要多多的包容。台湾に来てから練習したので、ミスをしても笑って許してあげてください。因为他来台湾之后才开始练习这一款游戏哦，所以如果他真的出师不利的时候呢，就请大家笑一笑就好了，不要太责怪他。では西澤ディレクターお願いします。はい。好，那我们就正式开始进入游戏喽。はい、リズムゲーム歴2日です。好，我的节奏游戏的这个游玩资历两天，不好意思。はい、じゃあ始めます。耶，有人为我们加油，ありがとうございます。拍手いただきまして。ありがとうございます。谢谢。我们今天一开始彩排的时候，他马上。第二个衣服他就挂了，他说等一下再让我多练习几次。これがですね、スライドノーツですね。这个就是我们讲的 slide 的音符哦。好，我们轨道从后方往下会留下音符过来。お。ちょっと立ち上がりが厳しそうですね。これがスライドノーツで、今指の動きに合わせて黄色いノーツが動きましたが。我们可以看到，我们 slide 的音符的时候呢，可以注意我们 MV 里头的歌姬，它的动作其实是跟这个 slide 的动作是相同的。はい、MV をよく見るとプレイがしやすくなると思います。所以如果你对这个 MV 稍微用心一点点观看，就更容易掌握到 slide 的方向。
頑張れ頑張れ、加油加油。これもスライドダンスですね。像刚刚右手边也是 slide。はい、今ブーストノートを取りました。これでスコアがたくさん入るようになっています。刚刚我们看到有抓到一个 boost 的音符，这时候呢就会有短暂的加分潮哦，可以把握这个时间。今背景のですね、あのミュージックビデオがすごくあの派手になって見づらくなっちゃってるかもしれませんけど、背景のですね明るさを調整して暗くして見やすくすることもできます。我们话还没讲完，他就挂了。来，我们刚刚讲到一半的是说哈，刚刚我们的背景后面是比较喧嚣的状态。那喧嚣的状态，我们后面轨道留下来的音符就会比较不容易看得清楚。Game over になってしまう。这时候呢，我们就必须要把亮度调低一点点，就可以把它看得更清楚。那我们这边可以看到哈，我们有一个叫 retry 跟再开。はい、ここでゲームオーバーになってしまっても大丈夫です。再開を押すとですね、ソングディーバーが発動して続きがプレイできます。我们这边为什么有三个选项呢？就是如果我重新开始，我不是从头开始，我是在哪里跌倒在哪里站起来，有这样的一个功能。続きをプレイするとスコアはゲームオーバーになる前の状態で止まってしまいますので、ハイスコアは狙えなくなりますが、最後までプレーすることはできます。那我们刚刚选到的那个再开呀、啊、就是重新开始，就是开始从同一个地方开始，它虽然我们可以继续玩游戏，但是就没有办法再继续获得分数了，它只是让我们把这首曲子一起把它玩完而已，但是分数的部分呢就不会再增加。嗨，就是我们刚刚讲的，如果背景比较喧嚣，可以调低一点亮度，就会把音符看得更清楚。はい、最後はスライドノーツで締めましたね。好，最后就是 slide notes， 我们 slide 的音符。はい、ありがとうございます。ですね、実はこのコマンドプロンプトのノーマルでミスする予定ではなかったんですね。ここは華麗にクリアして、この後ハードモードをやる予定でした。啊，跟大家讲一下哈，其实啊，我们这个游戏有三个难易度。那刚刚呢，这个是最标准的一个普通的模式呢。那原本我的脚本设定，原本我的脚本设定是，它的普通模式应该要轻轻松松就过关，然后应该是要在那个困难或者是超难模式的时候才挂掉，但没想到其实在普通模式就挂掉了。ちょっと無謀かもしれませんが、はい、ハードモードをチャレンジしてみましょうか。那虽然说他在普通模式就已经挂掉了，但是我们要不要让他来挑战一下困难模式看看？はい。では、ハードモードですね。あ、大丈夫ですか？我们来找一下困难模式的曲子。記憶の乙女のハードモードをやります。好哦，我们来这一首比翼的音音困难模式的歌曲。はい。応援をしてあげてほしいところなんですけど。希望大家为我们加油打气呀。でも音があると聞こえないんですね、曲が。我们努力让他就是专心在他的音乐上。はい。我们要靠这个节奏感哦，我们的节奏音乐。后的要长按，绿色是 tap， 后的是长按，还有 slide 来喽，看起来还不赖耶， slide 加油， slide 做的对， slide 再来一个。今背景にいろいろ出てると思うんですけど、ガンボルトシリーズの過去作のですね、懐かしい映像をバックにプレイすることもできます。好，我们这边看到哈，我们背景是蛮热闹的。那这有讲到是我们从2016年开始哦，一个轻小说2D的这个动作游戏，那就是取当时这个游戏，也就是我们的《苍蓝雷霆》这个游戏的一些画面放在我们的背景。
所以如果有玩过我们苍蓝雷霆的朋友们应该就会非常熟悉，有一点印象。哦，嗨，孙悟空ディバを発動させてください。好，那我们就用孙悟空ディバ这个功能，我们运用 Song of Diva 就可以在从哪里跌倒从哪里站起来。虽然得分没有再增加，但是我们就可以把这一首曲目玩到最后。可爱的来了，はい、ありがとうございます。谢谢谢谢谢谢。はい、ありがとうございました。表現的还可以吧。はい。なかなかよくやってくださいました。はい、ありがとうございます。ということでですね、ちょっと告知をさせてください。ガンボールトレコーズサイクロニクルはダウンロード版とパッケージ版等で異なる形態での販売を予定しています。好，那我们这一次呢，电子鬼路绿呢，我们总共有也是有两个版本，一个就是我们的实体盒装版，还有一个数位下载版。Download 版は Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X、Series S、Steam で2024年5月15日の発売を予定しています。好，刚刚我们的社长念了一大串，其实就是在念下面这一段哈。我们有 Nintendo Switch、PS4、PS5， 还有 Xbox、Xbox Series， 就是我们这一些都有应对。那我们实际发售的日期呢，就是在下个月二月十五号。はい、価格は$525になります。好，金额只需要台币的525元。ダウンロード版の本体に収録されるのは15曲で。ゲームの発売以降4曲がセットになった楽曲パックを5種類計20曲のダウンロードコンテンツが発売されプレイされます、プレイできます。好，我们基本上呢，数位下载版里头就已经有15首的乐曲。那在我们实际发售之后呢，我们还会有4首乘以5种，总共会有20曲可以来去下载哦，有这样的一个 content 要提供给大家。続いてパッケージ版の情報です。那接下来跟大家分享一下盒装版又有什么样的内容呢？パッケージ版は Nintendo Switch、PlayStation 5の2機種で発売を予定しており、価格はどちらのプラットフォームも$1,098、ダウンロード版と同日の2024年2月15日の発売となります。好的，那我们的盒装版呢是可以应对我们的 Nintendo Switch 还有 PlayStation 5这两种机种哦。那我们的金额的部分呢是台币1098元，同样是在2月15号来发售。パッケージ版のようなダウンロード版に収録されている15曲に加えてダウンロードコンテンツで発売される20曲の計35曲が収録されていますので、パッケージ版を購入すれば全曲プレイすることができます。我们刚刚讲到下载版呢是十五首乐曲嘛，那剩下的二十首呢就要再次的去 content 来去付费下载，但是我们的实体版呢则是35首曲子都可以任大家唱完。はい、続いて予約特典の情報です。那接下来跟大家分享一下，如果我们预约的话，好，对不起哦，我们来这个限定版跟大家分享一下限定版的内容。はい、限定版にはオフィシャルイラストレーターである畠山義隆さんの書き下ろしイラストを使用した限定版ボックスに、1、全35曲収録のインストルメンタルアルバム、2、新録シナリオのドラマ CD、3、パッケージアートを使用したアクリルスタンドの3つのアイテムが同梱されます。刚刚讲到我们的盒装有一个限定版哦，这个盒装的限定版的这个封面呢是我们官方的插画家田山义重先生所为我们绘制的。那我们可以看到里面呢同时有我们35首的这个伴唱音乐无人声的这个专辑，那同时还有我们的广播剧，还有我们的亚克力立牌。はい、続いて予約特典の情報です。予約特典はパッケージ版のイラストを使用した A4 クリアファイルになります。那另外呢我们如果是预约特典的部分呢则是会赠送我们的同样我们刚刚讲的前面这个田山义重先生所帮忙画的这个资料夹。こちらは実店舗ネット通販に関わらず通常版限定版どちらを予約してもパッケージ版を予約しても全ての方にお付けします。预约特典的部分呢不管您是在实体店面或者是网络上来购买我们都有赠送给各位。はい、ということで忘れずに予約して確実にゲットしてくださいね。请大家记得帮我们预约购买哟。
ここまでが、2月15日発売のガンボルトレコーズサイクロニクルのご紹介となります。以上となります。刚刚我们提到了今天 IndieCreate 要来跟大家介绍是两款游戏，我们刚刚介绍的是第一款，我们也就是我们电子鬼绿绿，那接下来要介绍我们第二款新的游戏了。はい、ここからはですね、5月、30日に発売するクコンモクオンのご紹介となります。我们今天要再跟大家介绍的第二款的游戏叫做九魂的久远，也就是我们的监视就坐在我们旁边的这位西泽先生，他来负责的。はい、じゃあ、まずは紹介の映像をご用意してますので、まずはこちらをご覧ください。どうぞ。其实我们同样也准备了影片来再给台湾的玩家朋友们，那就先帮我们播放这段影片。啊，应该是我们自己操控，是不是？ピキの中に死と輪廻を描く幻想奇譚。冥界に落ちた猫クオンは現世の飼い主のもとに帰るため冥界を探索する。だがただの猫であるクオンは簡単に命を落としてしまう。しかし奇跡の力アニマルバイブで死は希望に変わる。死ぬたびに動物の魂を取り込んで蘇り、動物スキルを得て立ち向かっていくが、アニマルバイブを繰り返し続けたクオンはより戦闘と生存に特化したフォーマー形態へと変身してしまう。その心は猫のままなのか、それとも化け物か。切り絵タッチで描かれる美しくも残酷な冥界を舞台に、物語はプレイヤー次第でさまざまな結末を迎えるのだ。果たしてクオンはその苦悶が尽きる前に現世の飼い主のもとに戻ることができるのか。猫には9つの命がある。インティクリエイツが新たに送るドミナイルアクション、クコンモクオン、2024年5月30日発売予定。任天堂スイッチ、プレイステーション5対応、パッケージ版も同日に発売予定。パッケージ限定版には設定資料集、サウンドトラック、アクリルキーホルダーを同梱。パッケージ版の予約特典は A4 クリアファイル。インティクリエイツ。はい、映像を見ただけありがとうございました。谢谢我们现场热情的玩家的陪伴。このクコンのクオンはですね、この台北ゲームショーに合わせて発売日を発表しました。大家要知道我们今天の这个九魂的久远呢，是在今天来到台北电玩展的现场才跟大家公开这个发售的日期，也就是今年的5月30号。反対時をサポートしていますので、ぜひ遊んでほしいタイトルとなります。那我们九魂的久远呢，也是完全的有配置着我们的繁体中文版，希望台湾的朋友们会喜欢。はい、クコンモクオンはですね、冥界に落ちた猫クオンを操作し、現世で待つ飼い主のもとに戻るための、戻るために冥界を旅する 2D 横スクロールアクションゲームです。好，刚刚其实我们的介绍的影片当中有提到，我们的《九魂的久远》呢是一款 2D 的卷轴动作游戏。那这个主角的设定呢，这一只九，这只久远呢是在冥界苏醒的一只猫咪，它想要回到现世界，它的四主，也就是它的四主叫做99，想要回到99的身边。那它为了要回到现世呢，它就必须横跨这个冥界。続いてはキャラクターとゲームシステムの紹介を西澤ディレクターにお願いしたいと思います。那接下来我们就还是把时间交给我们的监制线的西泽先生。はい、こちらが本作の主人公である猫のクオンと、その飼い主のつくもちゃんです。好的，这张就是我们的久远以及他的四主99。はい、クオンは飼い猫としてつくもと、現世我々の世界で暮らしていましたが、何らかの理由で死んでしまって冥界に落とされてしまいます。プレイヤーはクオンを操作して現世につながる冥界の門を開いて、つくもの元に帰るために冥界を探索する旅に出ます。
久远呢是九十九所饲养的一只猫，那它因为某一些原因呢，它就离开了我们所在的这个世界，进入了冥界。但是呢，它就非常非常想要回到九十九的身边，所以它必须要横渡这个冥界，来到冥界的边缘，也就是走到连接到现世的这个门扉，才能够回到九十九的身旁。しかしクモはただの猫なので簡単に死んでしまいます。但是因为呢我们的久远它毕竟只是一只猫，所以它在这个冥界里想要去横渡冥界的时候呢，它很容易就是再度的失去它的生命。しかし、その時奇跡の力アニマリバイブが発動します。这时候呢我们就可以运用兽魂回生的这个技能来去让它有新的一条命。アニマリバイブとはクローンが死んでしまった時に他の動物の魂を取り込んで蘇ることのできる能力で、魂を取り込んだ動物のスキルを使えるようになってステージや敵との戦いがどんどん攻略しやすくなっていくという本作の目玉システムになっています。那具体来说兽魂回生可以做到什么事情呢？就是我们可以运用去吸入其他的动物的灵魂，那我们除了可以回生之外呢，同时也可以获得这个动物身上原本的技能，所以呢它只要死的次数越多，它就可以身上所拥有的技能会越来越多。我们等一下也会实际的来游玩，大家也可以观察一下我们的久远，它所会的技能跟动作是越来越多，越来越加灵敏。しかし一定回数死ぬとクローンは人の魂を取り込んで、コーマ形態と呼ばれる人型に変身します。那久远呢他如果在这个冥界死亡的次数到达某一定的次数之后呢，他就会进入一个叫做夜魔人形，也就是他可以变身成为化身为人的形状。形態が変化したクローンはそれまでのような猫特有のアクションができなくなりますが、その代わり体力が増えて生き延びやすくなって戦闘に特化したアクションができるようになります。因为久远原本是一只猫嘛，那猫在游玩的时候，猫在这个冥界里想要横渡冥界的时候，它其实有它的优点，有它的特色存在，但它化身为人之后呢，它当然就会丧失这个猫的这个特有的动作，但是呢相反的它就会有获得更加的一个生命值，更好的一个生命值。非力だけど可愛い猫型のまま慎重に敵をかわして進んでいくのか、なんだか不穏だけど強くてかっこいいゴーマ形態になって敵を倒して進んでいくのか、二面性のあるステージ攻略とその選択がどんな結末を迎えるかというのをお楽しみいただきます。好，我们的九魂的久远呢，这个游戏最主要就可以让大家享受。首先你要选择左手边要维持幽魔形态来继续横渡冥界，还是你想要我比较帅气的人的形状来去横渡这个冥界，那大家的选择就会让这个游戏走往不同的方向，这也是我们这一次设计的巧思之一。それではですね、早速プレイしながら説明したいと思いますので、ゲーム画面をお願いします。好，那我请先帮我们切换到我们的游戏画面，因为都用讲的，大家一定比较不那么清楚。我们马上进入实际的游戏，让大家来看看。はい、じゃあ始めていきます。はい。我们这个游戏呢是他自己监制的，相信他就比较不能容易。コンボコーンはフルボイスでデモが進行されるゲームになっています。日本語と英語のフルボイスでですね、声優さんに出演していただいてますのでお楽しみにしてください。好，我们这个游戏另外一个特征哦，就是我们的旁白非常非常的完整。那这个旁白有日文版，有英文版，那我们的声优的阵容相当相当的华丽哦。今日は時間の関係でデモはちょっと飛ばしていきます。那因为我们时间有限哦，所以我们会把这个旁白稍稍的跳过。クオン。
猫はですね、クオンは猫なので壁をジャンプで登ったり狭い隙間に通ったりと小さい体と身軽さを生かして進んでいくことができます。好，我们刚刚讲到要选择幼魔形态还是夜魔形态。如果我们选择幼魔的形态，也就是维持猫原本的形态的话，你看哦，它就可以跳，也可以钻到一个比较狭隘的这个通道，运用它体型的优势来横渡这个冥界。こんな感じでどんどん狭いところを進んでいきます。虽然非常狭隘的地方对它来讲还是通行无碍的。攻撃は全くできないクオンなんですけれども、シャドースルーという敵や攻撃をすり抜ける技を持っています。他虽然自己比较没有办法主动的去攻击对方，但他拥有一个很厉害的技能，叫做暗影穿透哦。他可以去穿透对方想要，他可以穿过对方的攻击。スタミナを消費するので過信はできないんですけれども、うまく使うと無傷でクリアすることもできます。但是这个暗影穿透呢，非常非常耗费这个体力值，所以呢，他也不能够每一次都来去使用这个暗影穿透。但是只要使用得宜的话呢，我就可以毫发无伤的来去穿透。哦，あっとここで死んでしまいました。那我们看到在这边先挂了一条命，救援已经死去。クオンはただの猫で、しかし。但是復活しました。他在这边先获得了一魂，これがアニマリバイブという能力です。这就是我们刚刚所提到的兽魂回生这个技能。はい。他所获得的是老虎的生命。今回は、トラの魂を取り込んでトラの能力を手に入れたので、トラの力で瞬絶攻撃ができるようになってます。好，我们可以看到虽然刚刚久远失去了一条生命，但是他刚刚所获得的是老虎的生命，所以他现在拥有的呢是老虎的武力值。このようにクオンは死んで蘇るたびに取り込んだ動物のスキルを手に入れて死ねば死ぬほど強くなっていきます。我们刚刚也有稍微提到哦，就是久我们的久远虽然在这个游戏当中呢会失去他的生命，但是只要用兽魂回生就可以获得其他动物的这个灵魂以及他们的技能值。ただしクコンのクオンなので9回以上死んでしまうとゲームオーバーになってしまうので注意しましょう。但是我们要记得哦，我们这个游戏叫什么九魂的九勇，我们讲九命怪猫嘛，所以它最多最多就只能到九条命，所以这个部分要特别的小心。はい、そろそろボス戦です。好，我们接下来要来打头目战咯。头目出现了。基本的にクオンは攻撃手段に乏しくて、動物のスキルがなければダメージを与えることさえできません。基本上我们的久远他因为只是一只猫，他基本上没有什么攻击值。如果他没有获得其他动物的灵魂的这个武力值的话，他基本上是没有办法攻击这个头目的。その代わりシャドースルーを使ってボスの攻撃をかわすことでエネルギーを吸収することができます。但是还记得吗，我们刚刚讲过他有一个非常厉害的技能叫做暗影穿透，他只要使用他的暗影穿透，他就可以穿过去，同时也去吸收他的妖力。そしてそのエネルギーが最大までたまると、那这时候呢，它的能量如果吸收到最大，吸收对方的妖力吸收到最大的时候呢，このように一撃必殺のフェイタルスタンプを放つことができます。它就可以使出它的致命一击，叫做致命踩踏，猫踏踏的踩踏。はい、猫型のクオンは敵をかわすことで敵を倒すことができる。就是说我们的久远呢非常的聪明，他可以透过这个暗影穿透穿透过敌人来去吸取他的妖力，然后借用这个借力使力，以这个妖力来去击溃我们的头目。よく聞いて、もしもクオンがどこかで迷子、どんなことがあっても必ず帰るんだ、私もクオンを探すから。
はい、そしてここからクオンの冒険が始まるというわけです。那久远的冒险之旅呢，在冥界的冒险之旅就要正式的来启程了。これでゲームの基本的な説明は以上なんですけれども、もう少しだけクオンが冒険することになるステージの一部をお見せできればと思います。那其实呢，我们游戏的最基本的概念呢，刚刚都已经说明完毕了。但是接下来想要再多分享一点点那冒险的旅程给大家看。ここは教会の迷路。ここから。しかし、この過酷な迷路。このようにシャドウスキルをシャドウスルーをですね、駆使して進んでいきます。好、刚刚刚也使用的是暗影穿透的这个技能哦。あ、死んでしまいました。あ、他在这边又挂掉了。今回はトラのスキルを手に入れました。同样的也是获得老虎的技能。这边使出老虎的无力值。お、今回はチワワかなのスキルを手に入れました。刚刚是吉娃娃的技能哦。チワワはこのようにですね、攻撃を無視できるんですね。チワワ他就能够顺利的躲过其他的攻击。あ、また死にましたね。好、又挂了一次。我们获得第三条灵魂。次はこれはカラスかな？カラスのスキルですね。カラスの魂です。好、我们获得的是乌鸦的灵魂跟它的武力值。カラスのスキルは2段ジャンプができるようになります。因为我们现在有化身为乌鸦的这个技能，所以它的跳跃它可以有两阶段性的一个跳跃。ここは巨岩朽ちた山の上。あ、またぶつかりましたね。好、又撞到了，获得的是第四条灵魂。我们来看シャコ。好，这边是夏姑。次はシャコのスキルですね。现在获得的是夏姑的武力值跟技能。シャコは弾を飛ばすことができるようになります。はい、攻撃の弾をですね。他就有攻击的攻击する弾を撃つことができる。看，我们现在他就可以发射攻击弹哦。あっと。好，又挂了一次。获得的。はい、今度は人の魂を取り込みました。他现在获得的是人的灵魂喽，可以化身为人形了。このように一定回数死ぬと、クオンは人の魂を取り込み、ゴーマ形態に変身します。看到我们已经获得了第五条灵魂之后，就可以化为夜魔形态，也就是人形。形態が変化したクオンは今までのような猫特有のアクションができなくなりますが、その代わり体力が増えて生き延びやすくなり、戦闘に特化したアクションができるようになります。刚刚也有稍微提到哦，就是我们幼魔形态跟夜魔形态不太一样。那既然化身为人形，就有许多猫咪刚刚讲的，比如说它的跳跃也好，或者它钻到狭窄的地方也好哦，这些技能都消失了。但是呢，换来的是它的生命值变得比较强大，同时它也有攻击的能力了。また今までに覚えた動物スキルもゴーマ形態になったことで強化されているものがあります。那有一些我们刚刚获得的这其他动物灵魂当中的这个武力值呢，也因为它变成夜魔人形之后会得到这个强化。ミスターデルタちょっと見せてください。我们来看一下。弾の速度が速くなって遠くまで届くようになったりとか。好，比如说我们刚刚讲到的这个虾姑呢，它可以有发射飞弹。那我们可以看到发射飞弹的这个强度变得更强了。カラスは何度も多段ジャンプできるようになります。我们刚刚讲到获得乌鸦的无力值呢，它可以跳跃变成两段式。那我们夜魔形态、夜魔人形的部分呢，它当然就可以跳得更高。啊，
また死にまし、死んでしまいました。又挂掉了，来到第六条灵魂。今度はゾウのスキルを手に入れました。好，在这边获得的是大象。ゾウは敵の弾を吸収したりとか、この下のピロピロしたやつを食べたりできます。它可以去把对方所射出来的飞弹接起来，同时去吸收下面这一个展示的东西。はい。ということでですね、そろそろ時間なんですけども、非力だけども可愛い猫型のまま慎重に敵をかわして進んでいくのか、なんだか不穏だけど強くてこのかっこいいゴーマ形態になって敵を倒して進んでいくのか、二面性のあるステージ攻略とその選択がどんな結末を迎えるのか、それをぜひお楽しみに。就像我们刚刚说的，如果你是要选择我们九眼，也就是维持猫咪的形态呢，你就是没有办法主动的攻击，但是你可以用善用闪避躲避的方式哦，来去走过，来去跨越横跨这个冥界。但是如果你觉得我就是想要打，我想要挑战呢、啊，那就可以化身为人形夜魔人形来去主动的挑战。是。是。ここまででプレーおしまいで大丈夫ですか、はい、ボス見せたいとかないですか、大丈夫ですか、ボスまで行っちゃいます、ね、いやまあ大丈夫ですけど、はい、あとどれぐらいでボスですか、他们现在結構スルッといけますけど、他们两个现在在奇奇楚楚什么东西呢，就在想说要不要给大家看一下我们化身为夜魔人形之后怎么跟这个头目战来对打，再怎么跟头目来对打，他们现在来在讨论要不要做这件事。行きますか，ちょっと進んでみてください。好，那我们打打看好了。我们去找头目，看看头目在哪儿。ここから西澤ディレクターのスーパープレイをお楽しみください。那我们的监制现在要使出他的实力了哟。あ、そうでもない。ボスまでたどり着きました。好，我们找到头目了。我们来看看夜魔人形怎么跟头目来对打。この子はアリス。このような切り絵タッチのですね世界観で描かれていきます。我们刚刚讲到这个游戏呢，它是用截止的风格来去呈现。はい、この子はアリスっていう、ウサギの獣人ですね。这个头目叫做爱丽丝，她是兔子的朋友。冥界のところどころに同じようにクオンと同じく、現世に帰ろうとしている、動物の獣人たちと、遭遇することがあります。在这个横跨冥界的过程当中呢，九眼也会遇到其他的同伙，也就是同样想要回到现世界的、这些伙伴们。获得第七条灵魂。今のはティラノサウルスですね。あ、ティラノサウルスです。恐竜ですね。好，刚刚获得的是恐龙的技能。西澤ディレクター、そろそろ時間が、はい、好的、我们时间差不多了哟。倒せるかな。二 D 卷轴游戏，
はい、ありがとうございました。ではスライドに戻していただけますか。那我们换到简报的画面，工作人员帮我切到切回简报的画面，谢谢。戻りました。はい、ではですね、クコモクオンのダウンロード版ですが、ダウンロード版は、任天堂スイッチ、プレイステーション4、プレイステーション5、Xbox One、Xbox シリーズ X、シリーズ S。そして Steam で2024年5月30日の配信を予定しています。好，我们九魂的久远下载版呢5月30号要来正式发售。那我们这个可以下载的平台有 Switch、 PS4、 PS5、 Xbox、 Xbox Series 还有 The Steam。 価格は910台湾ドルです。台币910元。続いてパッケージ版の情報です。パッケージ版は任天堂スイッチとプレイステーション5の2機種で発売を予定しており、価格はどちらのプラットフォームも1090台湾ドル、ダウンロード版と同時の2024年5月30日の発売となります。再来是盒装版，盒装版是1090元的台币，有 Switch 还有我们的 PS5。 はい、続いて限定版のご紹介です。接下来跟大家分享的是限定版的内容。書き下ろしイラストを使用した限定版ボックスに1、クコンのクオン設定資料集、2、サウンドトラック CD2 枚組、3、4マ形態と5マ形態2体のクオンが並び立つアクリルキーホルダーの3つのアイテムが同梱されています。同样的，我们的外盒呢是绘师帮我们所画的，插画家帮我们所画的。那里头有什么呢？有我们九魂九远的设定资料集、原声带、CD 两片，还有我们这个妖魔形态跟夜魔形态，这个并肩而立的亚克力钥匙圈。価格は2020台湾ドルです。金额是台币2020元。続いて予約特典のご紹介です。接下来要跟大家分享的是预约特典。予約特典はクオンの可愛いドットイラストをプリントされた A4 クリアファイルになります。我们要赠送给大家的是印有久远造型的资料夹。こちらは実店舗ネット通販にかかわらず、通常版限定版のどちらのパッケージ版を予約していただいても、全ての方に付属します。不管是在实体店面或者是网络上购买哟，只要是限定，只要购买我们这个盒装版呢，都会赠送给大家。忘れずに予約して確実にゲットしてくださいね。请大家记得预约，然后记得拿到我们这可爱的久远造型的 L 夹哦。好的，那我们这边这个舞台到这边马上就要告一个段落了。好的，现场观众朋友刚刚应该也看得很开心吧？我其实在里面也有听到里面外面的这个笑容，还有这个游戏的相关资讯，想必是非常非常丰富。那在这个舞台的最后呢，我们还是先掌声给我们的两位来宾，并且我们请我们的两位来宾来跟大家最后讲讲今天的心得吧。ですね、もうちょっとサイクロニクルはうまくできればよかったんですけど。首先呢，就是我的那个电子。はい。首先是我第一个那个节奏的游戏哦，我们的电子鬼律律，我觉得想说，我应该再多练习一下，没有打得非常的好，有一点点懊恼。あとクオンの方は、そうですね、猫ちゃんを皆さんの手でぜひ、飼い主のつくものところに返してあげていただきたいなと思いますので、ぜひ予約をよろしくお願いします。那另外就是回到我自己所监制的九魂的久远哦，希望大家呢能够帮我们把我们的久远送回去他的主人，他的四主99的身边。はい、ガンボトレコーズサイクロニクルはですね、来月15日の発売になってます。もうですね、そこまで大丈夫です。はい。好的，那我们的这个电子鬼绿路呢，是在下个月2月15号马上就要发售了。もうすでに限定版の製造の数が決まっていて、今ちょうど製造してますので、もし限定版が欲しいという方はお早めに予約していただかないと、数が限りがありますので、そのあたりご注意ください。我们刚刚给大家看哦，我们的限定版的赠品哦非常非常的丰富，但是呢数量有限，现在正在加紧脚步当制作当中，所以请大家要尽早预约以免相遇。クコンのクオンはですね、5月30日発売ということで、まだ余裕はあるんですけれども、やはり早めにですね、ご予約いただければですね、その分
この後の情報を楽しみにですね待っていただいて心に余裕があるかと思いますのでこちらもご予約の方よろしくお願いいたします。那我们九魂的九远虽然是5月30日发售还有多一点点余裕哦，但是如果我们就先抢先赢嘛，先抢之后就更放心了。はい、あとですね台北ゲームショー久しぶりに来ました。すごく前の時はまだあれだったんですね。あちらの台北101の方にあるものだったんですけど、こちらの南港展覧館に来たのは初めて参加したんですけど、非常に大きくてすごくたくさんの人がいて、非常に興奮するショーです。こんなショーに来てですね、ステージできて非常に楽しかったです。还有，这是我暌违好几年哦，来参加我们的台北电玩展。那我在2019年来台北参加电玩展的时候，那时候我没记错的话，应该是还在101旁边那个世贸中心。那这是我第一次来到南港展览馆，看到现场这么多的玩家一起共襄盛举，热血沸腾，我感到非常非常的开心。也今天很高兴、很荣幸有这个舞台的来跟大家分享我们的新作品，也非常高兴跟大家见面。残り少ないと思いますけど今日一日皆さん楽しんでいってください。虽然今天是我们电玩展最后一天，只剩下短短的几个小时，也希望现场所有的玩家呢都能够有所收获。好的，再次呢感谢我们的西田智先生跟我们惠君主委先生，那我们也请我们的两位来宾可以到舞台后方休息下来，离开都正在玩的。那这就是我们的 Gumbo Record 电子鬼入绿衣机九魂的久远的特别舞台活动。今天的这个杰士登舞台呢，最后的活动呢，等一下呢，哎，知道是几点吗？我知道是几点吗？啊？4:30，没错，就在4:30左右，我们最后的 Monster Hunter Now 的舞台活动，会有我们之前前几天每一天的这个有奖征答，以及我们现场的这个那个前面的那个振奋精神的口号时间，会让你们拿到你们的序号卡。所以呢，等一下呢，有时间的猎人们呢，也都可以到我们杰登舞台前方集合了。那我们就4:30左右的时候再见喽。我是主持人小熊，等一下见，等一下见。